どうもこんにちは、滝沢勝成でございます。皆さん、チューリングしてますか？イエーイということで、まあ、チューリングはしているかと思うんですけれども、まあ、いろんなチューナーを皆さん使っていらっしゃるかと思います。なんか昔ながらのね、このカード型っていうんですかね、あのシールドとか挿して使うようなカード型を使っていらっしゃる方もいれば、まあ、ストンプのタイプのものを使っている方もいらっしゃれば、もしくはマルチエフェクター、もしくはアンプについているチューナー、まあ、いろんなチューナーがありますけれども、それでチューニングをしているかと思いますが、最近の主流は何といってもこちら、ベン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 、こういったクリップタイプの、チューナーでございます。クリップチューナー。もうこれね、何年前だろう、10年前くらいかな。なんかね、ある時からこうパッと出てきたら、もうあっという間に、主流になりましたね。なんで買ってたらすっげえ便利なんですよ。もうすごい便利。まあ、ご多分漏れず僕もね、クリップチューナーたくさんいろいろ使ってきたんですが、またですね、新しいクリップチューナー買ったんですよ。新しいの買いました。それが何かっていうと、こちら、ババンババンバンバン。TC エレクトロニクスのユニチューンと、コルグの PC2 というクリップチューナーでございます。で、この2つを買ってまたね、この新たにこのクリップチューナーに関して思うことがあったので、ちょっくら、2つのチューナーのレビューがてら、皆様にチューナーのお話をさせていただこうかなと思います。レビューがてらチューナーのお話を今回はしていきます。よかったら参考にしてみてください。とりあえずね、僕はね、今まで、おすすめのチューナーと言われたら、何がおすすめですかと、チューナー、どれ買ったらいいですかって言われたら、コルグの PC1 というチューナーを勧めておりました。PC1、もうこれが、PC1 は廃盤になっちゃったんで、この PC2 が今現行機種なんですけども、まあ、言ってみればこの PC2 が、おすすめですよ、なんていう話をさせていただきました。これのね、いいところはね、そのね、余計な機能が一切ないということ。余計な機能が一切ない。もうボタンがね、後ろにね、一つついてるだけなんですよ。これだけです。もうこのボタンを押せば、もうボタンを押して、スイッチオン。そして、もう余計な機能が一切ついてないから、もう本当このまま電源入れたら挟んで、チューニングするだけ。で、この視認性はね、その分かりやすいじゃないですか。その真ん中の緑が点灯すればいいんです。ちょっと試しにこう下げてみますと、こんな感じでこうずれるわけですね。この赤い、この言霊みたいなのが、ほや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 ってこうずれるわけです。で、この緑色にこう近づけていくわけです。ちょっと見てくださいね。赤い言霊が。ちょっとずつ緑に近づいていきます。で、緑に近づいていって緑がこうバーッと点灯すると、はい、 OK、 位置上がりって今点灯したの分かりますでしょうか。これが今位置上がりっていう、チューニングができた状態。すっげえ分かりやすいですよね。超シンプル。で、このねスピードも申し分ないんです。ボーンと弦を弾いた時にこのチューナーが反応してくれる速度、申し分ない。はい、位置上がり、これちょっと低いって言われてますね。ちょっと上げてあげましょう。緑色のランプが点滅して、そろそろ来る、そろそろ来るぜ。一応分かり、こんな感じ。すごい分かりやすくないですか。めっちゃ分かりやすくないですか。なんかね、このいろんなボタンがついてて、その例えばそのウクレレモードとかバイオリンモードとか、なんかこうクロマチックモードとか、なんか440からこう、ね、動かすカリブスイッチとか、なんかフラットなんたらかんたらとかっていろんなボタンがついてるチューナーもあったりとかするんですが、まあ、正直ね、普通にギターを弾いている分にはね、まず使わないでやろうっていうスイッチがたくさんあるんですよ。で、初心者の方は特に、その分かんないからさ、いろいろバチバチって触るじゃないですか。で、それでこのね、ピッチがさ、440か、なんか441とか442とかやってるのに気づかなくてチューニングしちゃって、なんかチューニングずれてるぞみたいな感じになってしまいがちなんですよ。なんでその分ね、余計な機能が一切なく、もう非常にシンプル、そして価格も1000円ちょっととても安い。もうこんなお手軽なチューナーはないやろと思って、今までそれをお勧めしたんですけれども、まあ、今でもおすすめです。もし皆さんチューナー持ってなかったら PC2 全然おすすめです。見ていただいたようにすごいわかりやすいです。でも最近私はですね、このユニチューン、こちら TC エレクトロニクスのユニチューン、これがですね、もう超絶おすすめになりました。今まで PC1 もしくは PC2 がいいって言ってたけれども、僕の今のところの、個人的な、おすすめとしてはこちらユニチューンですよ。これマジすごいいい。ちょっとやってみましょうか。まずここにポンと行きます。で、このポリチューンの場合は、ちょっと横にね、その余計なボタンがあるんですけども、電源ボタンをね、ポチッと押すと、こんな感じで、ペペッと、はい、おはよう、ヘロヘロって言いまして、ここからまあ、その弦をペペンってやっていけば、チューニングができるというような感じでございます。ちょっと一回モードを変えましょう。こちらの方が多分分かりやすい。ちょっと行ってみますね。さっきと同じで、ボーンって鳴らすと、こんな感じで赤い言霊が出るわけですね。この赤い言霊。この赤い言霊を真ん中に持ってってあげるわけです。ベベンベベンと持ってってあげましょう。そうすると、ある時では、来たーなるんで、これです。来たーっていうこれ。これが、チューニング合ってるよっていうサインでございます。来たー、来たー。ちょっとわざとずらしてみましょうか。
ずれてるのこんな感じ、すごい分かりやすいですよね。で、このスピードも非常に申し分ない、弦を弾いた時にちゃんとしっかり反応してくれる、違う弦弾いたらすぐ反応する、ほらすぐ反応する、そして見やすい、ちゃんと音もついててますし、見やすいですよね。すごい見やすくないですか、分かりやすくないですか。で、これまたね、もう一つモードがあって、ストロボモードっていうのがあるんです。これがですね、非常によろしい。さっきその、まあいいや、あとでちょっとその精度という話をしましょう。まあ、このストロボモードにすると、そのね、精度がとても高くなるんですけれども、ストロボチューナーってね、すごい見にくいものが多かったんです、今まで。けど、このユニチューンのストロボはすごい見やすい。これ、マジ見やすいです。例えば、ちょっと今、わざとずらしますね。これは低い状態なんです。この赤い言霊、言えますよね、赤い言霊。赤い言霊が、この真ん中よりもこっち側に来てるんで、今音が低いって言われてるんです。音を上げていきましょう。言霊が真ん中に今やってきます。で、寄ってくるにつれて、この真ん中の緑色のこの電車みたいなこのライン、これ何やねんって思うかもしれないんですけども、近づくにつれて、このラインが緩やかになっていくんですよ。こんな感じ。で、ぴったり合うと、このラインが止まるんですね。停車するんです。最初はね、ずれてるときはね、もうまるでもう新幹線ばりに、もう、バーンと時速300キロですよ、オラ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 ってなってるんですけど、近づけば近づくほど、まあ、電車で午後でいうところの、この、なんかマスコンでしたっけ、なんかあれを戻すような状態になりまして、別に電車で午後で行かなくてですね、しかも分かってないっていうね、こんな感じでその電車が停車すると、電車じゃないや、ラインが停車すると、電車で午後ってなるわけですね。はい、電車で午後。どう？どう？この、分かりやすさ、見やすさ、どう？すごいいい感じじゃないですか。このライン、今止まってるじゃないですか。これぴったり合ってるんですよ。これぴったり合ってるんですよ。で、これのね、その、なんだろうな、その僕の中のちょっとこう悪く言うのはちょっとあれかもしれないんですけども、僕、このピーターソンのこのストロボチューナー、正直に言うとすごい苦手なんです。すごい苦手なんです。これ1万円とかするんですよ、1万円。ちなみに PC2、1000円ちょっとです。1000円ちょっとです。で、ユニチューンは確か4000円しないぐらいです。4000円しないぐらい。で、これは1万円します。1万円。ちょっとやってみましょうか。ペンと。電源を入れて見てみると、まあ、さっきの電車モードみたいな感じで、今度はそのブロックモードなわけですね。ずれてるとこんな感じに表示されるんです。で、これを合わせていくと、そのブロックがどんどん緩やかになっていって、こう止まるときが来ると。これがそのチューニングが合ってる状態なわけです。ちょっと他のゲームいってみましょうか。ずれてると、こんな感じ。で、合っていくと、どうですか、ちょっと見てて、少し使いにくそうなって感じがしませんか。そうなんです。なんかこのね、ブロックがね、なんかチカチカしたり消えたりなんかね、あっち行ったりこっち行ったりとかするからね、僕、この中がすごく苦手なんですよ。だんだんあんま使ってないんですけども。なんで、その、このブロックが動いたりとか、その電車が動いたりするモード、そのストロボモードっていうんですよ、ストロボモード。ストロボの方が、そのチューニングはね、その正確にチューニングできるんですけれども、たちそのね、やっぱ使いづらいですね。使いづらい。わかりにくい。視認性が悪い。速さとかはね、悪くないのかもしれないですけどね、あんまり好きじゃない。でもその点ね、このユニチューンっていうのは、そのストロボモードめちゃめちゃ見やすかったじゃないですか。すげえ分かりやすかったじゃないですか。で、その正確なチューニングもできるし、で、なおかつ価格もね、半分ぐらいになってくるし、安いし。で、このね、操作性、スピードとかは問題ないという感じで、もう僕の中でこのユニチューンはもう本当に今もう一択でもおすすめな感じでございます。よかったら参考にしてみてください。ちょっとまあ余談な話が続くんですけれども、僕がそのチューナーに求めるものとしては、とりあえずそのスピードと、視認性なんですよ。スピードと視認性。まあ、単純にその速さと見やすさ。ボーンと引いたときにちゃんとこうね、チューナーがバーンと反応してくれると。ボーンと引いてもなんかこうね、ゴニャ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 ってされると、はぁってなっちゃいますし、ボーンと引いたときになんかこうね、見えねえみたいな感じだと困っちゃいますし、なんか暗いなとか、なんかね、ボツボツしてるなとかって見えないと困ってしまうと。その点もすごいめちゃめちゃ速くてめちゃめちゃ見やすい。まあ、PCA2 もね、すごいんですけどね。ただこっちよりもそのストロボモードで合わせられるから、こっちの方が全然精度いいですよね。そんな感じで、そのスピードと、視認性、それはもうとにかく求めているんです。で、これをね、バッチリクリアしていると、で、
他の要素としてチューナーを比べるときのスペック、他の比較要素としては、まあ、価格とかももちろんあるんですけれども、まあ、単純に見た目だったりとか、あと精度ですね、精度、なんかこう 0.02 とか、 なんか 0.05 とか、 なんかね、なんかプラスマイナスなんとか1000度って言い方するんですけど、その数字が大きければ大きいほど誤差があるよっていう話なんですが、まあ、正直ね、その 0.01 とか 0.02 とか 0.05 とか、もう 0.1 を仕切ったらそんな変わんないと思っていいような気がします。そんな変わんない。なんでかっていうと、その、まあ、さっきそのね、正確だ正確だとか言って、なんかね、そのピッチが正確だ精度が良いとかって言った後なんですけども、ギターってこうさ、なんか強くこうバーンってさ、なんかピッキングしたりとかさ、ちょっとこう強くフィンガリングしたりとかするとさ、もうすぐにピッチが狂う楽器なんですよ。なんで僕は正直そこまでの精度を求めてなかったりとかするんですけれども、その精度とかもあったりとかします。あとは見た目も大事ですよね。見た目どうですか。見た目悪くなくないですか。いい感じじゃないですか。メタリックな感じでキュッですね。で、何気に多いのが、そのこの首がその3節タイプのやつ、なんていうんだろう、これとかはその、ね、あの首が1節じゃないですか。ここしか曲がらない。で、このユニチューンに関してもここしか曲がらないみたいな感じですよね。これね、結構ね、大事なポイントで、こんな感じで、ここも曲がります、そしてここも回りますみたいな感じで、こうなんか2箇所、3箇所動くポイントがあったりとかすると、結構これ壊れたりとかするんですよ。首が曲げたとか、どっか取れたとかって、あの、コルグのピッチフォークとか、あの辺のシリーズとかもそうなんですけどね、頭が取れて、ね、頭の部分がなくなっちゃったりとかね、クリップの部分がなくなっちゃったりとかするときもあったりするんですけれども、結構こういうね、シンプルな構造って僕の中ですごいポイントが高いんです。なんで見た目も良いし、操作性も良いし、精度も良ければスピードも良いということで、もうとにかく、このユニチューンおすすめでございます。よかったら検討してみてくださいませ。そんな感じでございます。今までは PC1、おすすめでした。まあ、現行でいうとこの PC2 ですね。まあ、PC1 は廃盤になっちゃったから、今言ったら、まあ、PC2 もおすすめ。確かにおすすめ。しかし、お小遣いが許すならば、お小遣いが許すならば、予算を許すならば、まあ、この1000円ちょっとでこれを買うよりも、4000円しないぐらいでぜひユニチューンを買ってほしいなっていうところでございます。よかったらですね、楽器屋さん、もしくは Amazon とかでですね、ちょっと検討していただければという感じでございます。概要欄にリンク貼っておりますので、よかったら Amazon で、注文してみてください。それでは、そんな感じで今回の動画を終わりにいたします。参考になりましたでしょうか。よかったらいろいろコメントをしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、パハハイってすげえな。12分も喋ってるわ、これ。じゃあね、パハハイ。